日カレー動画をお届けしている、そんなチャンネルとなっております。よですね、大船にありますキュイエールさんに行ってまいりました。こちらのお店は昼はカレー、そして夜はビストロの方をやってるお店でして、今はですねちょっと夜の営業の方はお休みしているということなんですけども、自分はねちょっと行くの初めてだったんで、そういうのワクワクしながら本日どんなカレーがいただけたのかご覧ください。本日のカレードン。こちらがキュイエールさんのメニュー表。カレーのメニューの他にアラカルトのメニューもあり、カレーのメニューはバスク風カレーや欧風ビーフカレーにブラックカレー、その他カツカレーやシーフードカレーなど様々ございます。ランチセットメニューもあり、スープデザートがついてお得。本日はもちろん骨付き鶏もも肉のバスク風カレーをチョイスいたしました。到着するとグツグツの小鍋に入ったカレーの香りがいい香りを立ち込めて、ライスの方にはフライドオニオンやピーナッツ、カレーの方も色とりどりで揚げ卵や大きな鶏もも肉が印象的。それでは本日もいただきます。まずは本日はいつも通りカレーの方から。一口食べると少々の酸味を感じて本日もうまし。その上質なカレーとライスの方ももちろんバッチリの相性。見た目が印象的な大きな鶏もも肉の方はフォークで簡単に取れるぐらいホロホロのお肉、しっかりとカレーとの方も絡み合い、口の中で広がる旨味がたまらない。もちろん見るからに大きくボリューム感も満載で、料理人の方の作る上質なカレーがひしひしと伝わる。そして注目の揚げ卵の方もしっかりとろーりカレーとのまろやかさを演出。後半になるとカレーの方をライスにかけていく。こうすることによりしっかりと具材、そして底の方にもある野菜たちが見えてき、盛り付けるごとに香るそのスパイスの香りに心躍るワクワク感。最後に卵の方をしっかり乗せてビジュアル完成。もはやホロホロになった鶏肉の方もしっかり見えて、ネギやパプリカ、その他の野菜たちもしっかりと姿を現す。なんといってもスプーンでガツガツ食べれるので、個人的にはこの盛り付けが大好き。インドカレーやスパイスカレーとは違い、上質な料理人の方の作るしっかりとしたカレーという、まさに人気になるのもうなずけるそんな一皿。本日も満腹ごちそうさまでした。チキンがホロホロ。カレーが届くとね、もう本当にテーブルの上でまだ小鍋でグツグツとしたまま出てきて、もうチキンの方がね、もうフォークでホロホロ取れて、それの旨味だったりも溶け込んで、カレーの方はキリッとした酸味だったりも感じれまして、インドカレーとかスパイスカレーみたいなカレーではなく、本当に上質な料理人の方が作られたそんな一皿だなっていうような一皿で、ライスとも合いますし、そのライスの方にもフライドオニオンだったりとかパセリだったりとか、ナッツの方がね、砕かれて乗っかってまして、それでまた味も変わりますし、食感の変化も得られて、どんどんスプーンが進む、そんな一皿でございました。揚げ卵の方もついてきてまして、そちらの方ね、外はカリカリで中はトロトロの、もう混ぜ合って食べてもまろやかになりますし、そのままいってもいいというそんな一品で、ぜひおすすめなんで、ついてるねメニューもありますし、トッピングでもありますんで、そちらの方おすすめでございます。あ、他のカレーもどんなんだろう、気になるなっていうようなそんなお店で、お昼の方もね早い時間から人気で、行った当日はねたまたま、お客さんの方が誰もいなかったんで、特別に撮影させていただいたんですけども、大船でね人気のお店なんで、ぜひ皆さんもカレー食べてみてください。はい、というわけでカレーにとりこな生活でした。インスタ、ツイッター、もちろんこちらのチャンネルの方にもどしどしコメントください。ほな皆さん、また明日、バイバイ。